一人の女性を信じ続けた男の末路。レイヤー戻ってきてくれよレイヤー。俺はゴング、アラサーサラリーマンだ。付き合って2年になる彼女レイヤーと一緒に暮らしている。ただいま。今日は早く仕事が終わってさ。ええ、ゴンちゃん。おい誰だよこの男。お前人んちで何してんだよ。早く出てけ。え、お前彼氏なのかよ。すいません、すぐ出るんでごめんなさい。すぐ出ます。ゴンちゃんごめん。別に謝らなくていいから座って話をしよう。それからレイヤーにこうなった経緯を洗いざらい聞いた。結局最近なかなか二人の時間が取れずにすれ違いが続き寂しかったという理由だった。もうこういうことは金輪際しないでくれよ。はい、ごめんなさい。ショックは大きかったが、レイヤーとちゃんと話せてこれからに向けても結果的には良かったんだと自分に言い聞かせた。その一件以降は付き合い始めた頃のように一緒にいる時間を楽しめたと俺は思っていた。だが、レイヤーただいま。なんだこれ。コンちゃんへ、ごめん、やっぱり私コンちゃんとは一緒にいれません。本当にごめんなさい。どうして。部屋を見回すと綺麗に整頓され、レイヤーのものが一つもなかった。なんちゃってって出てくる気がしてやまなかった。レイヤー戻ってきてくれよレイヤー。当然携帯も繋がらず、全く痕跡も残さずレイヤーは俺の前から消えた。俺はしばらく女性恐怖症になった。その後俺の生活はあまり変わらなかったが、ぽっかりと心に穴が開いていた。仕事は順調にこなしていたが、プライベートは全く充実していなかった。はあ疲れた。ん、知らない番号だ。はい、もしもし。ゴンちゃん久しぶり、レイヤです。本当にレイヤなのか。今どこで何してるんだ。ごめん、会って話せる。今松戸駅にいるんだけど。わかった、すぐ行くから待ってて。俺はタクシーに飛び乗り松戸駅に向かった。そこで少しやつれたレイヤーと再会し、家へと戻った。はぁ、あ、コンちゃんの家の匂いだ。なんだか落ち着くな。自分じゃわからないもんだけどね。お茶入れるからそこ座っといて。レイヤーからはこの2年間強制的に実家に戻されて政略結婚をさせられ、好きでもない男と一緒に生活していたと聞いた。だが俺との生活が忘れられず実家から逃げてきたということだった。やっぱり私はコンちゃんしかいないの。もう絶対わがまま言わないからお願い。全て話してくれてありがとう。レイヤーが突然いなくなって本当に辛かったけど、でも俺にはやっぱりレイヤーしかいないんだってそう思った。二人でやり直そうよ。俺が守るからさ。コンちゃん本当にありがとう。幸せになろうね。そうして俺とレイヤーは復縁を果たして、また一つ屋根の下で生活するようになった。コンちゃんごめん、何もかも実家に置いて飛び出してきちゃったからさ。衣類とか日用品とか、あとこっちでも就活しなきゃだからさ、まとまったお金貸してくれないかな。もちろんさ、早く就職できるように俺もサポートするから言ってね。ありがとうね、優しいゴンちゃん大好き。こいつマジでバカだな。金だけむしり取って早く逃げようっと。